皆さん、こんにちは、大事です。今日もまた例によって、例のごとくスーパービジョンをしてまして、まあ、毎日してんなーって話なんですけど、<laughs> ね、コーチング絶対見てもらった方がいいですよ。やっぱりね、あの、芸術的なフィードバックもらったりとか、うまくやるアイデアをもらったりすると、コーチングポンと化けてくるっていうことがいっぱいあるのでね、ね、えー、ぜひ先生にフィードバックもらってください。で、 今日はね、素晴らしいコーチだったな。なんか穏やかさと力強さと両方あるというかね、ものすごい需要的で優しいんだけど、男性コーチでね、でなんだけども、とにかく少しでもコーチングプロセス前に進めようとね、今日はちょっと難しいテーマだったから、クライアントも二転三転したんだけど、やっぱね、それを超えてね、しっかり受け止めながら前に進めていく力が素晴らしかったな。で、今日はまあ僕がいくつか提案したことの中の一つにね、えー しなくてててていいいじゃんって言っっ言みようっていうのがあってまあこれは小手先のテクニックなんだけどまあまあでもね大切だから、えー、何度かねこのチャンネルでもお話したことあると思いますけどまたあふれておきたいと思います。今日はねえっと自己開示もっとできるようになったらいいっていうようなまあテーマだったんでねクライアントのテーマが。で でもさそういう時ってほらどう皆さんも自己開示得意なんかさ自己開示した方もっとできるようになりたいっていう時って自己開示が苦手だったりとか嫌な思いがあったりとかってするわけだもんねでそういう時にはねあえてですけどね、えー、そんなのしなくていいじゃんってこうやって投げてみるっていうのもコーチの一つの仕事なのねでそうするとクライアントの中でいくつかのことが起こるわけ1個はあれってしなきゃいけないと思ってたけど本当にしなきゃいけないのかなとかね であ別にそっかってなんかするべきみたいなことを思ってたりできたらいいと思ってたけどあんま関係ねえのかみたいにこうなってくることもある。でだけどそれを超えていやーそうだよなしなくたっていいはずなのにどうしてしようと思ったんだろうって思うとああそっかもっとこんな自分になりたいんだとかこの人ともっとこんな風な関係になりたいんだとかねこの人にこういうところを理解してもらいたいんだとかなんか具体的なこう課題がより出てくる。でまあみたいなところを狙ってへへ <laughs> しなくていいんじゃないとかえどうしてってしなくていいよってこうあえて まあ挑発でもないけどさこうしてみるねでそこでまた相手がもう一回自分にこう向き合っていくっていうことをねサポートするみたいなやり方がありますまあ逆パターンでねすればいいじゃんっていやぐちゃ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 クライアントが言ってる時に、えー、すればいいじゃんって言うとまあ確かにそうだよねってしたいしすればいいんだよねってなるときもあればいやそっかすればいいんだけどここの部分が苦しいんだってなって何かね悩み事がこうフォーカスされるみたいなことが起こることもありますいずれにしてもねしなくていいじゃんすればいいじゃんってこういうこと自体が目的というか言うことに によってね相手が本質的なところを考え始めるね何がしたいんだろうねどうしたらできるんだろう、えー、考え始めるねなんかきっかけを作るんだとかあとは相手の思い込みすべきとかねすべきじゃないをやっぱり揺らしていくっていうことをねやるために使う質問だったりします是非いろんなところで試してみてくださいそしてセルフツッコミもね自分にもすればいいじゃんとかしなくていいんじゃないってこう言ってみてそこからねもう一段掘り下げてみるやってみてくださいそれではまたバイバイ